さんこんばんは。11月16日のバーチャルワールドニュースの時間です。キャスターは私ルシ横須賀、コメンテーターはインヤンでお送りいたします。本日お伝えするニュースは次の通りです。一般社団法人ソーシャルゲーム協会 JAS が発足。 Next for Windows に新ツール Kinect Fusion 登場。 UGX がヘッドマウントディスプレイ型端末スマートグラシーズ M100 発表。世界中の人とジャムセッションできるアプリケーションジャム。6種類の香りを組み合わせて噴射マルチアロマシューター。セカンドライフの近況情報。まず最初のニュースです。11月8日一般社団法人ソーシャルゲーム協会、英語名ジャパンソシャルゲームアソシエーション、略称 JAS が発足されました。同協会はソーシャルゲームのプラットフォームを運営する6社 NHN ジャパン、グリー、サイバーエージェント、 DNA、ドワンゴ、ミクシーに加え、一般社団法人コンピューターエンターテイメント協会や一般社団法人日本オンラインゲーム協会といった関連団体および関連事業者約50社の賛同を経て発足したものです。発足にあたっては有識者などが参加し、今年7月25日より準備委員会を開催し議論を重ねてきました。その議論を受け、まずはソーシャルゲームに対する自主規制、青少年等に対する啓発活動、カスタマーサポート品質の向上のための活動の3点に重点を置いて活動を開始するということです。ソーシャルゲームに対する自主規制については、プラットフォーム事業者に対する書面審査及びソーシャルゲームのパトロールや顧客からの情報提供に基づいた対応を実施することで、さらなる利用環境向上を図っていくようです。青少年等に対する啓発活動については、各種シンポジウムや啓発イベントへの参加などを通じて、ソーシャルゲームの安心で安全な使い方や、青少年等に対する情報モラルの向上に向けた活動を積極的に行っていくということです。また、11月9日には DNA と Yahoo が、ソーシャルゲームでの業務提携をスマートフォン向けにも拡大することで、基本合意したと発表しました。 DNA と Yahoo は PC 向けサービスでの業務提携をスマートフォン、タブレットに拡大し、スマートフォン向けでも ID 連携やポイント連携など横断的なサービス連携を行うとしていますが、具体的な内容はまだ明らかにしていません。両社で運営する PC 向けサービス Yahoo モバゲーは10月で2周年を迎え、有効会員数で900万人以上と、PC 向けでは国内最大級のソーシャルゲームプラットフォームに成長しています。両社による PC 上での成功をスマートフォンにも広げていくということで、PC 向けでもゲームの共同開発を計画しており、今後も同サービスの運営に注力するとしています。Yahoo は8日、グリーと包括的業務提携を結び、スマートフォンでの連携などを発表しており、DNA との連携強化は、Yahoo 側の配慮と DNA のグリーに対する対抗があると見られています。次のニュースです。マイクロソフトの Kinect for Windows チームが、今後の SDK リリースで新ツール Kinect Fusion を提供することを発表しました。このツールは、Kinect センサーからの奥行きの情報を使って、物体や周囲の環境を 3D モデル化する技術です。Kinect を使ったオブジェクトの取り込みは以前からもありましたが、Kinect Fusion は、ストリーミング入力からリアルタイムに、部屋全体を含む高精度な 3D モデルを生成する点が特徴だということです。また、高精度な 3D で再構成した環境に、物理シミュレーションを適用するなど、高度なインタラクションを含む AR にも応用できるということです。Kinect Fusion はもともと英国、ケンブリッジのマイクロソフトリサーチやインペリアルカレッジロンドンの研究者が開発し、
2011年の C グラフでもデモしていた技術です。デモでは、キネクトセンサーの方を動かすことで、複雑な形状のオブジェクトが多数置かれたテーブルや部屋全体を取り込んでいる様子が見られます。再構成された 3D にカラーのテクスチャを貼れば、モニター上では一瞬現実と見分けがつかないほどリアルになっています。また、3D モデルなどで存在しないパーティクルをこぼして、フィジクスシミュレーションをかけたり、リアルタイムにあらゆるサーフェイスに手書きしたり、ゲームやビジネスにも応用ができそうです。マイクロソフトでは、キネクトフュージョンを今後のリリースに含めるとしていますが、具体的な時期はまだ告知されていません。次のニュースです。アメリカに本社を置くビュージックスが、Android を搭載したヘッドマウントディスプレイ型端末、スマートグラシーズ M100 を発表しました。同社は、モバイルビデオ、エンターテインメント、防衛、商業市場向け、ビデオアイウェアと、パーソナルディスプレイ機器のメーカーです。今回発表された、携帯メガネ型端末、ビュージックス、スマートグラシーズ M100 は、Android を搭載しており、片耳につけるヘッドホン部分と、そこから伸びる小型のディスプレイと、非常にコンパクトで、ドラゴンボールのスカウターのような外見ですが、スマートフォン並みのスペックになっています。他はアメリカの企業ですが、日本にも支社があり、日本語のサイトから製品を直接購入することも可能です。ビュージックススマートグラシーズ M100 は、開発者向けモデル99,800円が近日予約受付開始と案内されています。2013年1月8日より、ラスベガスで開催する国際家電見本市コンシューマーエレクトロニクスショー2013にて実機を展示予定とのことです。他にも日本支社のサイトにはよくある質問が公開されており、製品単体の価格は499ドル、約4万円を予定しており、2013年中旬の発売を目標にしていることや、操作は Bluetooth 対応のデバイスやスマートフォンで行えると書かれています。イアンさん、このニュースいかがでしょう？はい、とってもですね、期待が持てる、Google グラスね、すでに、リリースされているので、目新しさはあんまりないんですが、ただ、実際 Google グラスも出ても、かなり高かったりとか、限られた、人にしか、行き渡らなかったりすることを考えると、来年には、一般普及型のこのようなスカウター的なものが出てくるというのは、大変、期待が持てるんじゃないかなというふうに思っています。特にですね、このようなデバイスが出ることで、どういうことが起きるかというと、この3次元の情報というものがですね、リアルの情報と重ね合わせて、人々が認識するようになれば、もっともっと分かりやすくなるというようなところがあると思います。今ね、セカンドライフにしても、MMORPG のゲームの中にしても、やってる人たちは中でもって没入感ですとか、臨場感というものを、味わうことができる、人が多くなっていると思うんですが、一般的にそういう経験のない人たちにしてみると、画面の中でもって、3次元の物体が動いているということ自体も、認識が難しかったり、もしくはですね、3D 酔いみたいに自分は動かないのに画面が動くという、その、異性にとってですね、気分が悪くなってしまう人も結構いるというふうに、あります。それがですね、実際のリアルの空間で、このデバイス自体、ジャイロとかですね、加速度センサー等ついてますので、頭の動きに合わせて、オブジェクトを移動したり、もしくは、実際のリアルに合わせて、表現することができる。要はですね、首を動かしたらば、そのオブジェクト自体が、いかにも見てるかのように、そこに存在すると。画面ですと首を動かしても全然ね、アバターの位置とか変わりませんけども、そうではないっていうところに、いつも見慣れた、リアルのオブジェクトと、仮想のオブジェクトとの差がなくなってくるというようなところが、かなり大きいのではないかと思います。Apple 社はですね、iPhone とか iTouch でも最初にやった、
オブジェクト、物体をですね、指でこう、いかにも触ったような感覚を持つというのから、さらにですね、そのオブジェクト自体をいかにも見てるかのように、まあ、そこにあるかのように表現することが可能になってくると。これはですね、そういう面では、この仮想世界の中の、デジタルデータの価値というものが、もっともっと現実に結びつきやすくなり、そこでもって新しい価値観が生まれてくるんではないかなというふうに期待しております。まあ、来年、もう実際に4万円で販売ということなんで、まあ、多分、どれだけ、出るかわかりませんが、早いとこですね、ソニーとかアップル社もですね、グラス、まあ、AR グラスみたいのを作ってもらえたらいいなというふうに思っています。以上です。ありがとうございました。次のニュースです。Google がネットを通して世界中をジャムセッションできるという実験を行っています。ジャムという新しいインタラクティブ型ウェブアプリケーションでは、楽器を演奏したことのない人でも仮想ギターを早弾きしたり、アニメーションのキーボードを演奏することができるアプリケーションで、Google Chrome に対応しています。バンドで演奏するのを夢見たことがある人は、今こそロックスターになるチャンスだ、とまで書かれているこのアプリは、ウェブを通してリアルタイムでジャムセッションが可能だということです。ジャムの機能は、ユーザーが世界中どこからでも友人を招待し、Chrome ブラウザ上でオンライン演奏を楽しめるというものです。このアプリケーションでは、ベースギター、トラ、キーボードなど、19種類の中から楽器を選択できるようになっています。デフォルトの Easy モードでは、個々の弦、ドラムパッド、鍵盤のキーをクリックして演奏するか、4種類のオートプレイ機能を使って自動演奏させることができるそうです。プロモードに切り替えると、どの楽器もコンピューターのキーボードで演奏できるということです。次のニュースです。6種類の香りを瞬時に組み合わせて噴射する装置、マルチアロマシューターが開発されました。開発に成功したのは、情報通信研究機構、略称 NICT で、同時開発のソフトも使えば、映像に好みの香りをつけることもできるようです。マルチアロマシューターは、6種類の光源カートリッジから組み合わせた香りを最短100ミリ秒で切り替え、ユーザーの鼻めがけて噴射します。カートリッジを取り替えることで、様々な香りの演出が可能になっています。USB 接続で駆動する本体は、最大径60ミリ、長さ60ミリの六角柱の形状で、ノートパソコンの隣に置いて使用できるぐらいのサイズです。また、同時開発の香りと映像の同期編集ソフトでは、動画の好きなところに香りアイコンをドラッグ、ドロップするだけで、任意のタイミングで香りを漂わせることができます。今後、NICT は装置をさらに改良し、1年以内の商品化を目指しているとのことです。食品、化粧品の広告といった香りのデジタルサイネージのほか、香りの出る 4D 映画、テレビ、五感デジタルミュージアムなど、様々な応用が期待です。次のニュースです。セカンドライフの情報です。長年、セカンドライフの日本人初心者支援を行ってきたサウナネオジャパンが、11月15日で終了することになりました。このサウナネオジャパンは、2007年のセカンドライフブームの頃から、日本人に人気のコミュニティスペースとして活用されてきました。チャットで話しているアバターに、一定時間経過した時点で、抽選でリンデンドルがプレゼントされる、チャットキャンプを実施しており、資金の少ない始めたばかりの初心者ユーザーや、初心者のお手伝いをするユーザーがチャットで交流しながら楽しく過ごしていました。最近は利用者も減っており、一定の役割を終えたということで、昨日15日で終了を迎えることになりました。サウナのオーナー、コメオさんによると、そもそもサウナを作った当初は、セカンドライフの外から入ってきたお金を、
セカンドライフ内で循環させることで、コミュニティを盛り上げて、セカンドライフの勢いを増し、リアルにアピールするという作戦だったそうです。実際はリアルに広げることには失敗したものの、最初にサウナでいろいろと覚えて、セカンドライフにハマっていた人からお礼を言われることもあり、やっていてよかったと話しています。もう一つは最新のメッシュアバターの話題です。同世界専門のニュースブログ、ニューワールドノーティスにて、日本クリエイターが開発中のメッシュで制作したアバターの頭部が紹介されました。これは、白うさぎのエルさんが開発中のメッシュヘッドで、研究を重ねて表情の複雑な変化ができるようなレベルにまでなってきたということです。メッシュとスクリプトを組み合わせて作られており、目や口の表情がランダムで変化するようになっています。現在の開発の状況は動画でも紹介されています。まだ欠点もあるとのことですが、今後の開発に期待したいところです。もう一つ情報をご紹介します。セカンドライフを中心に音楽や映像で作品を発表しているシュシュが、本日11月16日、初のベストアルバムの販売をリアルのショップで開始します。今回は CD ではなく、USB メモリーに音源データを入れたデータ販売で、当初は渋谷の残響ショップの店頭でのみ販売されます。11月20日以降は通販も開始する予定とのことですが、まだ詳細は決まっていません。店頭発売の初回版には、限定ポストカードと壁紙をプレゼントするということです。次は、私、ルシのピックアップコーナーです。8月17日付のピックアップコーナーでもご紹介した、デグシムとスリールシムのジョイントイベント、物語のかけらが、昨日、京都上演されます。先日、13日に行われた公開リハーサルを拝見してきました。それは、一夜の夢物語。小さい頃、眠る前にお母さんに絵本を読んでもらったりしませんでしたか？冒険物語、未来の国、魔法の世界、昔話。ページをめくるたびに広がるイメージに包まれるあの心地よさ。そんなひとときが体験できそうです。ダンスショーという言葉ではくくりきれない、セカンドライフのこれからの総合芸術、ビジュアライブスの夜明けかもしれません。豪華な出演者によるハイクオリティなステージを堪能いただけることでしょう。体感型、参加型にこだわるこのイベントでは、ショーの最後にはお客様も一緒にダンスができたりします。演目制作、イベントシナリオと進行を担当されるフェアサイードさんは、本番はシートエラーが出ないよう祈ってくださいと冗談っぽく語ってくださいました。その場にいらっしゃるみんなで素敵な時が楽しめるよう、レンダリングコストやスクリプト、負荷の低い格好でフェイスライトを外してお越しくださいませ。本日11月16日の公演は、スリールシムの特設会場にて、21時45分開場、22時15分開演で行われます。35名の定員だそうですので、ご興味のある方はお早めに会場までお越しください。VWBC でも中継をお送りします。もし会場に入れなかった方は、ぜひ中継でもお楽しみください。深まる秋の一夜、夢の世界であなたの物語に出会えるといいですね。以上、ルシのピックアップコーナーでした。これで本日のバーチャルワールドニュースを終わります。